バンテージの巻き方の説明をします。で、今回はこの短いバンテージと試合とかで使う長いこのガーゼのバンテージですね、これを巻き方を説明するんですけど、どちらも同じ巻き方です、はい、で今回いろんな巻き方あるので、どれが正解っていうのはないんですけど、僕が巻いてるのはメキシコの巻き方らしくて、その巻き方をやっていきます。まずこの試合用の長いガーゼのバンテージですね、の巻き方をやりましょう。でまず拳を保護するあんこっていう部分を作ります。手で持ってこれを自分のこの拳の大きさですねに合わせて巻いていきます。これ長いので約20周ぐらいのイメージですね。で、これでだいたい20周ぐらいです、はい、で、指をすぼめて抜きます、はい、で、これが拳を保護するクッション、あんこの部分ですね。で、これを拳に乗せます。で、少し親指で押さえてここから固定します。これをまあ1周、2周、3周ぐらいしましょう。で、3周したらそこから少しずつ手の甲に回していって手首に、今度は手首の固定ですね。これも1、2、3周、4周、あんまりこれ強く、止めすぎると手首が締まってちょっと血が止まっちゃうので、まあ、この辺は軽くですね、はい、まあ、5周ぐらいやります。で、ここからまず人差し指にかけます。で、かけたら巻いて握ります。で、手の甲を通って次は中指です。これもまた中指を回す感じですね。で、握ります、拳を。で、また親指のこの下のところからスタートして、今度薬指です。で、薬指を巻いたらまた握ります。で、最後ですね、最後だけ少し違うんですが、今度は小指かけたら、今まではこっちに行ってたのが親指の方ですね、ここだけ違います。親指の方に持って行って握ります。で、巻いて、で、今度は親指の保護をします。親指を保護するように巻いて握って、で、この手首に持っていって、また開いて、これを3回ぐらいですかね。2回目、あと1回ぐらい親指を保護します。3回目、で、握って、で、この後は手首をまた保護しましょう。で、またこんだけ長さがあるので、ここからまた拳のあんこを作っていく、固定、こう、強化ですね。まあ、あとはまた親指に行ってもいいですし、試合用のこのガーゼなので結構長くて、しっかり拳を保護する感じですね。あとは手首を巻いていって、最後は入れてしまえばいいので、あとは拳を握りやすく。で、ここが
輪っかができている感じ、1個、2個、3個、4個ですね。はい、でこれでガーゼの巻き方ですね。こういう感じです。はい、はい、次は右手をこの短い方の練習用のバンテージで巻きます。で巻き方は先の左手と一緒なんですが、少し短いので少しだけ変わります。でまずあんこの部分を作ります。3周ぐらいで抜きます。で手の甲に乗せて、まあ、顎とかを使って押さえるといいです。で1周固定したら止めたら、もうこのまま短いので手首に行ってしまいましょう。手首を1回だけ固定します。でそこから人差し指に入りましょう。で巻いてこの小指の方ですねに行きます。で次が中指です。中指をまた巻きます。で四角押しに行って、で次薬指ですね。で最後はまた小指から行くんですけど、巻いたらこっちの親指の方に持っていきましょう。で回して親指を1回だけ保護したらまた握ります。であとは手首の固定をしていきましょうか。できると正解ですね。はい、これでバンテージ、これがバンテージの巻き方ですね。で分からなかったら何度も聞いてくれたらいいので、基本長くても短くても巻き方は一緒です。これでバンテージの巻き方の完成です。このチャンネルは格闘技未経験者や格闘技初心者のために向けた内容になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。おいしい。